はいの皆さん、はこんばんちはです。パパスです。今日はミラカスタムさんのですね、ヘッドライトの取り外し方法をしていくんですけれども、とりあえず急の交換やな。つけたまんまでで急の交換ができるからとか、そこから社長にやっていってもらえますかね。お願いします。これはハロゲンやったと思うから、はい、とりあえずな、うん、ウインカーは下から、うん、ここやから、ここに切ったらな、もうバンパー外さなあんから、はぁ、フェンダーライナー、はぁ、うん、そっちからね、フェンダーライナーを、はい、まあ、バンパーの横と、うん、バンパーの下と、はい、あそこ、ここな、うん、あったあったあった、うん、で、こいつぐらい外してもうたら、はい、浮くかな、まあ、タイヤはちょっとハンドルやりやすいように切ってもうて、はい、まあ、これつまんで外すから、外したとかで。オッケー。はい。うん、まあ、ほとんどピン割れるから。はい。うん、こいつも行った方がいいな。この手前。これ。まあ、割れてる。で、これフェンダーのこの縁に引っ掛けてるから。はい。ベロンと。めくってもらったら、うん、めくってもらったら、はい、バンパー挟んでもここから、おお、見える、バンパーやな、見えてる、これで、ああった、ちょっと今、うん、うん、線が1個あるけど、お前に黒いジャボン、ちょっと下から、オッケー、ここから、はい、入れてきてもうたら、おったー、はいはい、回してもうたら、はい、ずっとここまで引っ張れるから、うん、ここで玉をこう、はい、で刺したら、うん、あとでそのアイマークとかあったら、はい、アイマーク言うから、うん、もうまあ自然に着くところ、うん、ここから見とこうかな、うん、こういう感じね、はい、ウインカーはそこやな、ウインカーは、うん、でヘッドライトは、はい、このキャップが多分しんどいと思うな、外すには、まあ、とりあえずスモール取ると、うん、オッケー、スモールは、はい、ここなんか配線止めがあるような、そうやな、なんか止まってたっぽい、ここまで、ここまで、うん、こいつが多分ここにおると思うね、あ、うん、寄ってきてんやんな、でこういうスモールは、はい、わざわざカプラーの数に、うん、カプラー越し回し、初めてのやつは硬いから、うん、でこういう感じで、はい、ちょっと回してもらって、抜けて、はい、抜いて、はい、切れる、はい、で、うん、この辺は閉まれん、うん、ちゃんと奥まで入ったところから回して閉めてあげると、うん、はい、フォグランプはちょっと邪魔やから外した方がいいな、うん、これ、うん、フォグの玉って大体な、はい、つまむより、うん、ここをライト側にグッと押したら、うん、抜けんねん、だからこう引っ張るんじゃなくて、はい、ガキッと押したら、うん、うん、はい、でこいつはあの触ったら余分つけたらいいんかな、はい、まあ、一緒、うん、左に回して、はい、たまにパッキンついてるから、うんうん、あ、ほんまや、ついてるわ、うん、で、油分ついたら、はい、ここをパーツクリーナーとかで油分取って、油分のついてないティッシュとか、はい、ね、で、この三つ股のやつを、だから最後に抜けた位置をだいたい覚えといたら、うん、まあ、上がカプラやからな、だいたいこのぐらいの位置で、うん、そうやね、うん、でカプラーをつけるね、はい、だからこの動画はまあ続けていくから、もうカプラーは抜いとくわ、はい、でこいつもここつまんだらつけるね、はい、うん、配線止めは多分これがここについてたそうやね、でちょっとキャップを、はい、外すのにちょっとやりにくいから、うんうん、
これだけどな、うん、近くにこれ、はい、これは裏やから、うん、こうですね、はい、こっち側、あ、こっち側、うんうん、はい、まあスキッとするからこいつが見える、見える、でこいつをこれも左回しやね、一緒、うん、うん、全部左回しやね、うん、左に回せばキャップが抜けるって、はい、うん、これも外したらいい、はい、裏から見たら多分印はあるんやろと思ってね、うん、見えないもんね、うん、でこれはまあとりあえず裏の配線はちょっと分かれへんから、はい、でここをちょっと見にくいから、はい、あの外してからちょっと説明するわ、分かりました、ここでできると思うから、うん、まあ左右も一緒やと思うからはい、そうやね、できると思う、とりあえず磨いて、オッケー、磨いた、見て磨いてからしようか、うん、分かった、うん、では磨いていきます、はい、磨き終わりました、とりあえずこの辺、この辺地図やな、この辺やな、うん、まあちょっとちっちゃいひび模様みたいなあるけど、マシやな、これね、磨いた、綺麗、貼っても綺麗やな、膜はしゃーない、うん、こっちをこう来て、まあ、まあ、一応それで動作確認ね、はい、オッケー、はい、とりあえず外していくわ、オッケー、外していきます、こいつな、はい、ダイハツはもう全部これやな、はい、デカプラでもいけると思うけど、うん、基本は、うん、こっちで、はい、この辺ぐらいでギリギリ外れるちょっと手前ぐらいで止めて、はい、引っ張った方がスコット抜けやすい、おー、ここあのちょっと慎重に線が割れるから、はい、横、うん、これか、うん、はい、でこいつこのチョボの白い丸、うん、あるね、うん、ここがしっかり引っかかっとったら、はい、もうネジ全部外してもらう、でここだけ、うん、ビスになってるから、はい、あの思いっきり締め込んだら、うん、割れてなんぼでも締まっちゃうやんな、そうそうそう、でそういう場合はあのちょっとビニールテープかマスキングテープ突っ込んで、はい、ちょっとあの厚みを持たせて止まったとこで離すみたいなね、あとは遠見りですね、うん、上以外は全部ね、はい、うん、ここが外れてる場合はこうやってガサッと落ちるから気をつけてもらう今みたいに止まらんね、うん、でこいつが緩い場合ときつい場合があるから、はい、まあ、ちょっと押してもうたらスッといくやつと、でここちょっとこじって、うん、引っ張り出さなあかんやつもまあいろいろあるよね、はい、うん、うん、これ、ね、あとはこのまま、うん、ここをかわしてもらったら、はい、取れてくれた、うん、でさっきあのウインカーつけてしまったから、はい、ウインカーのカプラだけここに行ってました、うん、上はさっき順番に外していったの、はい、でこいつがあのこいつの線やと思うね、うん、これは事前に裏から外してる、うん、はい、よっしゃ、でこの狭い隙間からどうするかっていうねこれでやっと、はい、まあ、まあこの辺も見といて、うん、これハイビーム、こういう感じでこの切り欠きのところから抜くの、抜けるで入れる、はい、でカチッっていうと、はい、でここがまっすぐやろ、でここまでひねるな、こういう、はい、ひねる、はい、で抜く、はい、で入れる、ここに入れるな、でここまで回す、大体大概も一緒、はい、ウィンカーもここで閉まる、でここで緩む、うん、
ここで入れる、うん、で、抜く、はい、変える、入れる、で、ここで入れる、はい、で、ここまで締める、はい、うん、見えんけどな。はい、こいつは、うん、ヘッドライトを、うん、そのまま差し込みやから、うん、この金具が曲がらへんように一個抜いてます。ほんまや、もうカチッと思いっきり硬いだけ。はい、であんまりやったらこう曲がったり、うん、止まらへんなんのよな、うん、でまあ思いっきり引っ張って抜いてもうて、うん、この金具が曲がらへんように、はい、で金具はこの U の字のやつと、うん、こっち側に外れる方が、はい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 、でここやったら押して上に、うん、こっちから行く、反対行く、押したら外れる、はい、ここでこれな、うん、で、グッと してもらうとパカッと赤、うん、で、ここのちょっと三つ股になったり、こういう形になったり、うん、切れて角があるっていうな、はい、で、こっちは足がないっていうな、うん、こういう玉な、で、これも玉さ先触ったら、はい、清掃して、はい、なんて言ったのかな、12V 5W H7U 7U、 はい、まあ、そういう種類なの、ね、まあ、踊るか踊らないかは自分で調べてもらったんで、この変な形してる方が上、うん、上に入れてもらったら、はい、うん、針金で押してもらって、ここ引っかかれへんから、うん、こっちまで上まで持ってきてもうて下にずらせば簡単に、はい、うん、入れると、入れれると、うん、で最後はパチッパチッと締めて、はい、で蓋もこの印があるね、うん、オープンとクローズと、あ、ここあった三角、これや、うん、だから三角が、うん、左側の印のとこが大体、はい、でそれを右にずらすっていう、うん、これやで、うん、はい、ここね、はい、うん、まあこんな感じですかね、うん、はい、今日はこんな感じでですね、ミラカスタムさんの、まあ、ヘッドライトの外し方とヘッドライトつけたもん球の交換ですね、どっちかって言ったら球交換する時の方が多いんじゃない、みんなね、まあ、両方いけるようにね、うん、で、HID ちゃうやつやからね、うん、こんな感じ、ハロゲンのやつやから、はい、と言っておりまして、これは商品紹介も兼ねてますので、うん、よかったら皆さん参考に見てください、お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね、バイバーイ。